アンドリューサルクス、アンドリューサルクス、学名、アンドリューサーカスは、104、500万、約3、600万年前、新生代古代三期指針予中期復興期半ばの、ユーラシア大陸東部地域、現在のモンゴルに生息していた、原始的な大型肉食性哺乳類の一種、一族。海分類は現在、A マンゴリーンスス、A モンゴリエンシスの一種のみが知られている。 ヒズメを持つ、ゆうひづ動物であり、推定体長、東道長382センチメートル、推定体重180から450キログラムという、その体育の巨大さゆえ、時に、史上最大の陸生肉食獣と称される。実際、メソニクスメで、最大、史上でも最大級の陸生肉食哺乳類であると、言える。俗名は、当治者、アーコスルーラー。 マスターを意味するタイ、ラテン語系に、英語性を冠して作られた名称。その意味合いは、アンドリュースにゆかりの統治者である。アンドルーズは、本族の化石を発見した、調査隊を率いていたアメリカ自然史博物館、研究員、ロイ・チャップマン・アンドリュースのことであり、すなわち、賢名である。学名である、ラテン語音は、アンドレウサルクス。種商名マンゴリーンスス、モンゴリエンスは、 モンゴル産、モンゴル由来のものとの言い。石跡は1923年6月、ゴビ砂漠のモンゴル領内にあるアーデンモナにて、前述の調査隊の一員であったカンチューエンパオ、カンチューエンパンによって発見された。そこで見出されたのは、下顎のない頭蓋骨と、わずかにに3個の骨片のみで、これに続く、発見例は、まだない。しかし、 ハトズ・マイコツの形態学的分析により、メソニクス類との類縁性が認められ、その解分類に書き加えられることとなった。ゆえに、現在その全体像が語られるとき、規定となっている情報の多くは、アンドリュー・サルクス属のというより、メソニクス類の特徴である。再現像の中の頭蓋骨以外の部分は、完全な骨格が残るメソニクス属の一種であるメニクス・オブ・トシデンス。 メセニックスはブトゥサイデンズを比較資料として組み上げられたものである。本種は翌1924年、古生物学者ヘンリー・フェアフィールド・オズボーンによって記載、学術上の正式命名された。現在、アンドリュー・サルクスはメソニックス目、トリーソドン化、円に分類されいるが、無肉ハメに含めたり、メソニクス化、円に分類したり、あるいはまた、 トガやアメイの分類を相手避ける場合などがあり、分類は必ずしも確定したものではない。本種が属するメソニクス類は、かつては、葉の類似などからクジラメ、クジラメの祖先系統と考えるのが主流であった。しかし、分子系統学による知見、及び他の化石の発見などに基づく、形態学的知見によって、 比較的近いとは言えるものの直接的な祖先系統や最も近煙と言えるような系統ではなかったことが判明した。アンドリュー・サルクスは現在知られている限りのすべての陸生肉食哺乳類の中で最大級の顎の持ち主である。長い分部によく発達した顎を持ち、そこに生える歯はどれも大きかった。摂氏、湾曲した鋭い剣士、そして 獲物の骨を噛み砕いたかもしれない頑丈な薄刃を備えている。頭蓋骨は長さ 83.4cm、最大幅 56cm と巨大。頭蓋骨の巨大さや全体のプロポーションから大型のイノシシ類であるエンテロドン、縁に類した動物と考えた研究者もあったが、この類似は同じような植生による終練進化の結果であり、系統的には メソニクスに近縁と考えられるようになった。頭蓋骨の形態が似ている、前述のメソニクス・オブ・トゥシデンスを参考に、頭骨長から単純計算されたアンドリュー・サルクスの大きさは体長約382センチメートル、肩高約189センチメートルほどである。ただし、胴体部分の化石がないために確かなことはわからない。いずれにせよ、近縁のものから類推して、 大きな頭部とやや長めの胴体、そして長い尾を持った、狼かハイエナのような体型の大型獣で、やや短めの獅子とその指先に小さく丸まったひめを、備えている、そのような姿で再現されるものである。かつて、アンドリュー・サルクスは、競技でいう肉食獣、捕食性の高い肉食獣として語られてきた。しかし、今日では、そのように描かれることはない。 彼らの歯は肉を切り裂くような形態ではなく、むしろ、強靭な顎の力で固く丈夫なものを強引に咀嚼するのに適当な構造をしていると考えられるからである。つまりこれは、亀の甲羅や貝殻、大きな甲殻類といったものを食するための顎と歯ではなかったかという意味である。通常、それらの動物は陸生肉食獣の手には負えないもの。 どれほど飢えていても素通りするより他にない者たちである。学説が正しければ、本種は他の者のが手出しできないまたとないニッチ、生態的地位を獲得していたことになろう。アンドリュー・サルクスの植生については、次に挙げる三つの説が、現在の主流となっている。植生の遺憾に関かかわらず、死神予という時代にあって、彼らが獲物としたものの中には、 同じ地域で当時最大の装飾獣であったエンボロテリウムなどもいたと思われる。黎明期にあったクジラ類も水際で手に入れやすかったかもしれない。アンドリュー・サルクスの極を維持するに十分な生物量がそこにはあった。時代の気候は高温であり、動物症の豊富さに疑いの余地はない。しかし、次の世である全身世が訪れようとするとき、 当時の環境の中心的役割を果たしていたであろう、テティス海が完全な消滅に向けて縮小を始めていた。これは急速に北上を続けるインドア大陸がユーラシア大陸の南岸に衝突し、ヒマラヤ山脈をはじめとする近くの大流域を引き起こすという白秋から続く大陸移動の流れの本格化であった。テティス海、そのアジアの部分が細って消えてゆく中、 地球規模での気候変動に生態系は多大な影響を受けたはずであり、また、ヒマラヤの本格的な増産運動とそれに先立つ活動が多くの生を絶滅させたであろうことは想像に難くない。アンドリュー・サルクスが生息した地域の場合、乾燥化に見舞われたであろうことが言われており、彼らはそのような時代に絶滅していった動物でった。また、 それとは別に以前から言われていることではあるが、彼らはその体の作りから、動きがさほど敏傷でなかったとされており、また、農業石も大きいとは言えなかった。そして、遅れて対等してくる、肉羽目に比べての全時代的劣等性は否めない。アンドリューザルクスらが滅びた後にそのニッチを肉羽目が、埋めたのか、競合によってアンドリューザルクスらが淘たれ、 取って変わられるような状況もあったのかはわからないが、それは気候変動以外で絶滅の一因となりそうな事柄であろう。いずれにしても彼らは全身を迎えることなく絶滅した。しかし、後釜に座った、もしくは取って変わった肉羽目も、また気候変動かあるいはより洗練された食肉目の進化、対等によって同じような運命をたどることとなる。そのようにして、 今日の肉食獣は、関心を生きているのであり、アンドリュー・サルクスと肉ハルイはその姿を見ることはない。画像と解説。アンドリュー・サルクスは、史上最大の陸生肉食獣と表現されることがある。しかし、実際には、最大をこれと断じうるしは存在せず、よって、語られるもののすべては最高位を複数とする、最大である。そして、 頭骨長8 3 4トルで体長、頭道長3 8 2トルの本種は、まずは間違いなく現在知られる限りでの最大級と言える。北米に原生の森林狼、アラスカ狼、カニスルーパスオキデンタリストの体長比較では約3倍であるという。原生猫科で最大の虎は体長、 東道長190から220センチメートル、全長240から330センチメートル、体重180から310キログラム、最大値384キログラム。全長、東道長長でもアンドリュー・サルクスの体長に及ばない。現生最大の北極グマは、体長、東道百約220から280センチメートル。 体長では明らかにアンドリュー・サルクスの方が上を行っている。ただし、北極グマは平均体重250の5 0 0ラムと質量が大きい。史上最大のクマとして知られるホラーアナグマ、縁は体長約3メートルながら推定体重約400から6 0 0ラムと重量級である。体重については日本のヒグマで平均3 0 0ラム未満。 最大値4 5 0ラム、北米のハイログマ、グリスリーで平均4 5 0ラム未満であるが、アンドリューサルクスの数値は180から4 5 0ラムの間のどこかにあると推算されている。つまり、巨大肉食獣の中にあって、質量的には特筆するほどの値ではないと言える。肉羽目ヒアイノドンカ、メギストテリウム、エンも、推定体長4メートル。 推定体重 900kg とされる。5から6メートルで 1500kg とする説もあって、それが事実であれば間違いなく最大であるが、推定値の信憑性に疑問が残る。この種は、不肉食獣であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。